さあこの後、レース出番は鈴木選手、谷川選手、山田選手、中村選手の4名です。はい、それではコースオープンしておきます。 GT1 の方お願いします。準備ができたら1台ずつポンダーと確認します。操縦台の前が計測ラインになっています。準備ができたら1台ずつ、計測ラインを通過してください。はい、それではオレンジからいきましょう。準備ができたら計測ライン通ります。はい、それではオレンジの方一周ゆっくり回って、計測ライン通ってください。1台ずつ、はい、じゃあ次の方も出走してきてください。はい、鈴木さん OK です。はい、山田さん OK です。あと谷川さんと中村さんを待っています。さあここはね、前回優勝の井上選手来れなくなっちゃいましたんでね、余命による戦いになります。表彰状もね用意してきてますんで、検討お願いします。はい、中村さんも OK、 あと谷川選手を待ってます。谷川さんいるかな。はいはい、 OKOK、 はい大丈夫ですよ。はい、大丈夫です。で最後、今回初出場の谷川選手。はい、一回計測ライン取ってください。はい、全車 OK でした。それでは練習したければ今走っちゃっても大丈夫です。練習を終えたら、真ん中に座ってらっしゃるマーシャルのところに集合してください。練習が終わったら真ん中マーシャルのあたりに集合してください。はい、それでは行きましょう。1人ずつスタートになります。私が1人ずつ名前を呼びますので、そしたらスタートしてください。出走順言います。鈴木選手、谷川選手、山田選手、中村選手。もう一回言います。鈴木、谷川、山田、中村、この順番でスタートしてください。それでは行きます。マーシャルOKですね。 GT1 クラスの予選1回目スタートします。3分間です。鈴木選手、谷川選手、山田選手、中村選手。さあ EPSJ、ここからスタートです。まず先頭スタートのオレンジのカラーリング、鈴木選手が13秒9で帰ってきました。さあそれを破ったのは山田選手ですね。いや違う、中村が1周目トップだった模様。さあ前者が3周目に入っていきます。トップが誰だ。中村選手ですね。中村選手がトップです。2番手が山田選手、3番手鈴木、4番手が谷川選手という表示。
さあ4番手スタートですね。中村選手が トップです。シルバーのカラーリングかな、今ストレート走ってます。シルバーのカラーリング、これがトップの中村選手です。1分経過、3分間で行います。予選1回目、中村選手がレースを引っ張っている。2番手が山田選手、3番手が鈴木選手、4番手が谷川選手という表示です。谷川がここでブースト14秒0。さあシルバーのカラーリングがトップです。来たら譲ってあげてください。そしてオレンジのカラーリング、鈴木選手は現在3番手だと思う。折り返しです。1分30秒、シルバーがトップです。さあ初出場谷川選手が1回スタックしてます。その横を2番、1番が通っていきました。シルバーがトップです。その前を走るのが2番手だと思う。はい、ありがとう、綺麗に行かせてくれました。さあレース時間が間もなく残り1分となります。中村選手が現在9周目、14周回ってくるという表示なんで残り5周です。さあそしてこの時間帯、オレンジ3番手の中村選手かな、いや失礼、鈴木選手が2番手に急接近です。1秒ない。さあシルバーがトップ、そしてブルーとオレンジの2番手争いが1秒以内ぐらいです。残り間もなく30秒。さあトップ3、中村、山田、鈴木は全車14周回ってくるという表示。今12周目に入るところです。さあトップ中村がバックマーカーと1回、接触ありましたが大丈夫です。2番手に3秒ぐらいの差をつけています。トップのシルバー中村選手、そして3番手鈴木選手は2番手までちょっと離された 1.8 秒です。残り大時計5秒。さあ1人ずつね、レース時間が違います。コールがあるまで走り続けてください。大時計はここで3分です。まだ誰もコールしてない。さあトップ3はファイナルラップ入ってます。谷川選手はゴール、11周2秒でゴールです。鈴木ゴール、中村ゴール、山田ゴール、はい、全車ゴール。1回目トップは中村選手でした。2番手が山田選手、3番手が鈴木選手、4番手が谷川選手でした。はい、続けて今度は 12GTR ですね。ちょっと待ってください、準備します。はい、ここは8人による予選になります。それではコースオープンします。準備ができたら1台ずつ通ってください。はい、じゃあはい、それいいよ、白コン、これは誰だ、1台ずつね、 OK 出たら通ってください。次、はい、鹿島さん OK、大江 OK です。これが諸橋、諸橋 OK、 さあポンダーチェックを行ってます。1台ずつ通ってください。 OK が出たら次の1台。はい、増田さん、増田 OK、 んちょっと待って、増田の次誰が通った、北田くん、北田、北田、はい、北田 OK です。じゃあ次佐藤くん、はい自己主張がすごい、あ、これが佐藤くんね、ちょっと待ってください。はい、佐藤くん、はい、佐藤 OK です。じゃあ次お願いします。まだ通ってない人、ん、あと渡辺明、あと山田選手、そうか、渡辺明いないんでここ7人による戦いになりますね。山田選手が来るのを待ってます。なし、はい、1回目キャンセル。じゃあここが1回目は6人になりますね。はい、それでは練習走行して大丈夫です。練習 OK です。
はい、練習が終わったら、真ん中マーシャルのとこを集合してください。はい、練習が終わったら真ん中集合です。それでは出走順言います。北川、佐藤、諸橋、大江、増田、勝島の順でスタートしてください。鹿島さんですね。もう一回言います。北川、佐藤、諸橋、大江、増田、鹿島の順です。それではスタートします。予選1回目マーシャル、そうか、少ないんだよね。すいません、お手すきの方もしよければボランティアでマーシャルお願いいたします。あちら側の隅と、はい、ポシマンさん、ありがとう。それではスタートします。予選1回目 12GTR です。北川選手、佐藤選手、諸橋選手、大江選手、増田選手、鹿島選手、さあ6人による予選1回目となりました 12GTR。 まず先頭スタート北川が11秒3、佐藤が4で帰ってきました。さあ1周目トップは北川ですね。佐藤、諸橋、鹿島と続いたオープニングラップ、トップの北川が11秒20まで上げてきています。トップです。2番手佐藤、3番手が諸橋、4番手が鹿島ですね。以下大江、増田と続いています。トップ北川が11秒1まで来ました。トップはもうバックマーカーが出てきています。増田さんの後ろから来ます。これがトップ。さあ鹿島さん、後ろから来るのはトップです。鹿島選手現在このヒート4番手シルバーを追ってます。鹿島選手、さあ今ベストは諸橋選手11秒759が出ています。さあバックマーカー処理の間に佐藤裕二がトップに立ちました。2番手北川0秒2、3番手諸橋、鹿島、大江、松田と続いています。1分経過、さあ5分間で行います。12、さあここでトップ、北川が11秒フラットまで来ました。ただまだ2番手です。佐藤裕二がトップです。佐藤裕二が前が白、後ろがオレンジですね。鹿島選手の後ろから来るがトップ。さあ北川がコースレコードを11秒044をマークして再びトップに立った模様。北川トップです。2番手が、佐藤選手。鹿島さん来ます、ありがとう。さあ前の週諸橋シルバーのカラーリングが11秒69ベストが出ている3番手です。さあ佐藤裕二は2番手、前が開けましたね。ここから北川追いかけ体制に入れるか。さあトップ北川が10秒台入れてきました。10秒990。2番手佐藤が0秒8、3番手諸橋、4番手鹿島、以下大江、増田と続いています。大野計が2分を指すところ、残り3分です。さあトップ北川と2番手佐藤裕二、この2人は27周回ってくると予想されています。現在12周目を走っているこの2台、残り15周から14周ですね。さあ諸橋3番手の後ろからトップが来ています。さあ2番手の佐藤裕二はこの時間、トップまでは 1.6 秒、ただ3番手にはかなり大きな差をつけています。4番手鹿島がベスト11秒64、シルバーを追っています。鹿島選手、鹿島選手は3番手まで何秒だろう、3秒2ぐらいですね。3秒2。さあ大江がベスト11秒826、蛍光グリーンのカラーリング、大江選手がこの時間帯ベストを出しています。5番手4秒差で鹿島選手を追っている。さあ大江はね、前にいるあの車と、争っています。ただね、1回前に出る必要があります。3分経過、残り時間が2分です。大江がミス。さあ大江選手マシンがおかしいんじゃないかという情報。さあこれで増田選手が5番手に浮上してきました。残り90秒です。残り90秒、鹿島選手の後ろから来ます。トップ鹿島選手はシルバーを追っています。4秒差、現在4番手。さあ大江選手のマシンが回収されていったのかな。コース上が5台になってしまいました。ここで増田がベスト12秒19です。5番手。さあ3番手の諸橋までコース上ラップしていきました。トップ、失礼、ラップしていったのは佐藤選手ですね。2番手です。
さあ佐藤はねこの時間1秒切ってますね。北側に何かあったのか私見逃してましたが0秒9というトップ争い、残り50秒。さあ0秒8のさあトップ争い、間に鹿島を挟んだトップ争いです。それはさあ0秒8 24周目に入っていきます。残り3周です。残り3周佐藤雄二が間を詰めているトップ争い0秒8。松田さんありがとうね。鹿島さん後ろから2番手来てます。ありがとうありがとう。残り20秒。さあ佐藤雄二が来ました。0秒6。ただ残り周回が2周です。残り2周、大時計残り10秒。さあ0秒5まで来た佐藤雄二。増田さん後ろから2番手ね。大時計残り5秒。さあファイナルラップにトップ2が入っていく。その差0秒3。ここで5分です。コールがあるまで走ってください。北川ゴール、佐藤ゴール、最後0秒2まで来たが2番手でゴールです。はい、全車ゴールです。1回目は北川選手、2番手佐藤、3番手諸橋、4番手鹿島、5番手が増田、6番手が大江選手でした。ちょっとお待ちくださいね。予選2回目の組み合わせを作って、よいしょ、ありがとうございます。はい、お待たせしました。ここから F1 クラスがスタートします。川崎選手がいるヒート、コースオープンしました。コースオープンしました。1台ずつ、ポンダーの確認します。それではまずマクラーレン、マルボロカナカのお願いします。1台ずつね。はい、川崎 OK、 諸橋どうぞ。はい、犬馬も OK、 大江、はい OK、 あと日暮さん、はい、全車取れました。練習 OK です。はい、練習が終わったら真ん中のマーシャル席集合してください。先ほどした方はマーシャルです。12 GTR の方はマーシャルですよ。大江さんは出れないけど他の皆さんマーシャルね。佐藤君マーシャルね。真ん中ね、真ん中。はい、それでは出走順先に、あ、失礼、間違えちゃった。出走順います。川崎選手、大江選手、飯沼選手、野崎選手、そして最後は日暮選手の順。もう一回言います。川崎、大江、飯島、野崎、日暮の順。マーシャル OK ですね。それではスタートします。5分間 F1 クラスです。予選1回目、川崎選手、大江選手、飯沼選手、野崎選手、日暮選手。さあまず先頭スタートの川崎選手は9秒3で帰ってきました。さあそれを破ってくる選手はいないのか、いないみたい。さあその川崎はストレートでミスってましたね。1周目はなんとかトップで帰ってきた川崎でしたが、2周目は分かんなくなってきます。さあトップが飯沼選手に変わっています。2番手が野崎、3番手が川崎選手という表示。さあ川崎が9秒32のコースレコードをマーク、2番手まで帰ってきました。トップが飯沼選手です。飯沼選手はベネトンカラーかな、ちょっと見てみましょう。そうですね、飯沼選手はベネトンカラー、これがトップです。2番手がマルボロカラー、3番手が野崎選手、4番手大江、5番手は日暮選手という表示です。さあこの時間帯はトップスタートだった川崎が飯沼に迫ってきます。0秒6です。さあここで川崎コースレコード9秒25をマーク、ま、あ今の周でトップに立った模様。マルボロがトップです。2番手がベネトンカラーの飯沼選手、3番手が野崎選手、4番手大江、5番手は日暮選手です。1分20秒になるところ、野崎がベスト9秒4、大江10秒4ベスト。
さあ野崎選手は飯沼選手まで近いですよ。0秒4ぐらいで争ってます。2番3番争いです。川崎選手はトップです、コースレコードを更新しました。川崎9秒21が出てる。飯沼選手はまだトップまで0秒8の2番手です。まだ僅差です。さあ川崎がコースレコードを9秒182をマーク。さあそして野崎選手ですね。野崎選手はどれだ、これか、野崎選手はシルバーか、シルバーですね。シルバーが飯沼選手の2番手争い近いですよ。0秒6かな、ちょっと見てみよう。0秒8ですね。0秒8です。その裏でトップ川崎は9秒10まで来ました。2分10秒経過したところ、トップはマルボロカラーです。2番手が、ベネトンカラー、3番手がシルバー、4番手が黄緑、4番手がホワイトブルーの東選手です。川崎が9秒006まで来ました。トップマルボロカラー、この選手は32周回ってくると予想されています。ちょうど半分ぐらい回ったところです。トップ、さあ折り返し時間です。日暮しベスト10秒89、5番手のマシン。シルバー野崎はちょっとこの時間、2番手から離された模様、2秒ぐらい。はい、日暮さんありがとう。さあここで4番手の大江がベスト10秒9です。2番手の飯沼選手は川崎選手まで3秒8ぐらい。3番手の野崎は飯沼まで2秒4ぐらいです。3分経過、残り2分です。トップはマルボロカラー、川崎選手コースレコードも出しています。2番手がベネトンカラーの飯沼選手、そして3番手の野崎がここで自己ベスト9秒37を出しています。野崎は2秒差で2番手ベネトンを追っています。4番手が黄緑の大江選手、5番手ホワイトブルー日暮です。残り時間が90秒。さあここでベストは野崎選手、3番手が、いや失礼、5番手日暮です。10秒83をマーク。はい、日暮さんありがとう。さあ飯沼選手、後ろからトップは来ています。唯一同一周回で争っている飯沼選手、ただ飯沼選手も、ね、トップと同じ同一、周回では戻ってくる予想されています。32周予想です。トップ2台、飯沼さんこれ行かせ方です。はい、ありがとう。さあ川崎選手が今26周目から27周目に入ったところ、川崎選手は場合によっては33周もありかもしれない。残り50秒。さあそして飯沼選手今行かせてる間に3番手がちょっと近づいてきてますね。 1.3 秒、野崎選手は2番手まで 1.3 秒です。残り30秒。さあレース後半3番手野崎が来ます。飯沼に迫ってくる。はい、日暮さん2番手ありがとう。さあ野崎が1秒切ってきました。間に2番日暮大江を挟んだ2番3番争い、大時計残り10秒。大江さん来るよ、日暮さんも来るよ。シルバー2番手、3番手です。大時計残り5秒。そしてトップはあそこですね、ストレートエンドマルボロから33回ってきそうなんでもう1周あると思う。入っていきました。川崎ここで5分です。飯沼ゴール、野崎0秒9まで来たが3番手、川崎が1人33周回ってトップゴールです。はい、それでは F1 の2組目、コースオープンしました。マーシャルじゃない、マーシャル今走った人ね。1台ずつポンダー確認していきます。諸橋は、花は山田です。そうか、ここ1名欠席出てるんで3名による1回目になります。はい、1台ずつマーシャル、マーシャルじゃない、ポンダーやります。今走った人マーシャル入ってください。はい、赤いマシンから行きましょう。ポンダー確認します。はい、花さん OK、 山田さん OK、 で諸橋 OK。 はい、全車取れました。
練習して OK です。さあ、ここね、1名渡辺選手が欠席になってしまいましたので、予選1回目は3名による戦いになります。はい、さっき走った人マーシャルね、日暮さんいるかな。あ、いるいる、早いで、川崎さんはそこで、はい、マーシャル OK ですね。練習終わったら、真ん中のマーシャルのとこ集合してください。それでは出走順言います。諸橋、花輪、山田、諸橋、花輪、山田、この順番で行ってください。マーシャル OK。 あれ、それではスタートします。5分間です。諸橋選手、花輪選手、山田選手。さあ、まず先頭スタートのシルバーのカラーリング、諸橋選手が9秒6で帰ってきました。花輪が9秒7、山田が10秒台です。花輪が1つポジションを上げた2番手浮上です。さあ、シルバーのカラーリング、諸橋ちょっと引っかかってたぞ、大丈夫か。赤い花輪が迫ってきますよ。前の週0秒1の差だったんで、トップが入れ替わる可能性があります。この週花輪がトップに変わりました。2番手シルバー諸橋、3番手がブルーの山田選手です。レッドがトップです。さあ、2番手諸橋は0秒7の差でレッドを追っています。3番手山田が0秒6です。50秒経過したところ、さあ、赤のカラーリング、このヒートトップ花輪選手は先ほどの川崎選手とのトップ争いです。トップ争い中、まだねペースアップが必要という表示です。山田ベスト9秒5、花輪9秒48が出ています。さあ、そしてトップスタートだった諸橋の後ろから来ます、ヒートのトップ花輪選手。この時間山田がねクリーンなとこ走れて諸橋との差を詰めてます。その差が0秒7ぐらい。さあ、諸橋これ行かせ方によっては山田に前行かれてしまいます。1分30秒経過。トップは赤です。2番がシルバー、3番がブルーという、この並びです。さあ、ここでベストは花輪9秒28、諸橋9秒53。はい、生かしてくれました。花は前が開けた。ここからペース上げていけるか。川崎選手に、タイムにまだ届かないという表示です。ペースアップは求められています。赤いカラーリング花選手。さあ、そして諸橋はね今総合順位に5番手ぐらいという表示です。まだペースアップは必要です。このヒートの3番手山田選手は諸橋まで1秒ぐらいです。ここでトップ花がベスト9秒235、ヒートの最速タイムです。さあ、まもなく時計折り返し時間を迎えます。2番手諸橋ベスト9秒42、トップは2秒6。さあ、諸橋はね先ほど走った野崎選手ですね、これと4番か5番手なのか争いをしています。今の週は野崎の前に出るという表示に変わった諸橋選手、ただまだギリギリです。2人が31周1秒で並んでいます。総合順位、大野県残りが2分になります。トップはレッド花輪選手、20周目に入ってきました。残り12周という表示。で、3番手山田選手は諸橋まで3秒差です。総合今6番手ペース。3分20秒経過。山田選手後ろからトップ来てます。早めに行っておきます。さあ、残り時間90��o。さあ、レッドがトップです。2番手がシルバー、3番手がブルーです。はい、山田選手ありがとう。さあ、諸橋選手は飯沼選手の、3番手とも戦えそうなペースに上げてきてますね。レース後半3番手も試合に入ってきます。シルバーのカラーリング、このヒートの2番手諸橋、ただギリギリです。今の週は飯沼の前に出られないという予想。残り時間1分。さあ、コース上3台が並んでいる。赤を先頭に、はい、2、3と並んでいます。
さあ諸橋、今の週は飯沼選手の前に出て総合3番手という予想。さあここでベストは諸橋9秒404、3番手をかけた争い。諸橋選手ヒートのトップ花はこのままいくと川崎に次ぐ2番手ペースです。川崎選手は33入れてきましたからね。の原選手は今回32周表示です。現在30周目を走っています。トップ小野家残り10秒、花はもう一周あります。さあここで山田が投手のベスト9秒378をマーク。ヒートの3番手のマシン、ここで5分です。前者がファイナル入ってきました。花輪選手ゴール、総合2番手、諸橋が総合3番手入ってきました。山田選手は総合6番手1回目です。前者ゴール。はい、F1 クラスはこの後ね組み替えがありますんで、必ず組み替え確認するようにしてください。そうなんだよ、今まで何だったんだってね、うん、あれあの MRW が改良した。はい、それではここから12分の1のモディファイドクラスの時間です。コースオープンしました。準備ができたら1台ずつ取ってください。ポンダー値確認していきます。予選1回目は全車ポンダー確認します。さあここ出てくるのは臼井選手、堀選手、斉藤選手、樺沢選手、山友選手、清水選手の6名です。はい、準備ができたら1台ずつ取ってください。堀選手 OK。 臼井さん OK。 さあ先ほど走った方はマーシャルです。さっき走った方はマーシャル。はい、全車ポンダーを取れました。練習 OK です。あれ、マーシャルが3人、花輪さんいる、あと山田選手あそこにいるな。大江さん、大江さん、大江選手、あ、本当ありがとうね、すいません。大江さん、あ、佐藤君ありがとう。はい、マーシャル OK ですね。それでは出走順います。臼井選手、堀選手、斉藤選手、樺沢選手、山友選手、清水選手の順。臼井、堀、斉藤、樺沢、山友、清水です。それでは6台による12分の1モディファイドクラススタートします。臼井選手、堀選手、斉藤選手、樺沢選手、山友選手、清水選手。さあまず臼井が8秒3で帰ってきました。トップスタートのマシーン。2番手が堀選手ですね。3番手が斉藤選手だった模様。ピンク一色がトップです。2番手がホワイト、ブラックです。3番手が斉藤選手、4番手が山友、5番手清水、6番手が樺沢選手という表示。樺沢選手の後ろから2番手来ます。ありがとうございます。さあ2番手の堀選手はトップまで 1.3 秒です。トップはピンクです。さあ、臼井が7秒925、7秒台が出ました。トップのマシーン、コースレコードです。2番手がホワイト、オレンジ、ブラックの堀選手。3番手が斉藤隆重、4番手山友、5番手清水、6番手樺沢という表示。1分経過です。斉藤選手が8秒27自己ベスト、臼井が7秒791をマークです。さあ臼井選手はコースレコードを連発して、トップです。まもなくバックマーカーイエローの後ろから来ます。トップ、さあ斉藤選手イエローの後ろから来るのがトップです。斉藤選手ベスト8秒10、清水8秒66ベストです。
さあ、カバさん8秒40、堀8秒01をマーク。2番手堀選手はトップは2秒6ぐらいです。オレンジブラックのカラーリング、2番手堀選手です。トップは変わらずピンクです。3番手が黄色、4番手山友、5番手清水、6番手樺沢選手。さあ1台樺沢選手が止まっているが大丈夫ですね。自分で戻っていけそうです。はい、クリアです。2分経過。さあ3番手の斉藤選手は堀選手まで4秒8、大和も4番手、5番手清水は大和まで 1.4 秒ぐらいです。2分15秒経過。樺沢選手はマシンを止めています。あ、違いますね、譲ってくれてありがとう。2分20秒経過。さあこの時間帯薄井が2番手堀選手との差を広げています。3秒5ぐらい。2分30秒になるところ。さあここでベストは堀選手、7秒台2人目入れてきました。7秒926、2番手のマシン。さあ再び堀ベスト7秒903。さあこの時間帯堀選手がタイム上がってきてます。斉藤選手、後ろから2番手です。堀選手はトップまで 3.7 秒ぐらいです。3.7秒。そして大和も対清水の4番手争い、これが1秒切ってます。0秒5ぐらい。さあここで斉藤選手と堀選手、接触ありました。さあこれ順位変わってくるのか、もう一周見る必要があります。3分10秒経過したところ、トップは変わらず薄井選手、ここは間違いありません。2番手堀、3番手が斉藤選手です。4番手大和も、5番手清水が0秒4の差、6番手が樺沢選手という表示。2分30秒になります。さあトップ薄井は1人61周回ってくるという表示がされています。現在27周目走っています。トップピンクの薄井選手、コースレコードもこの人が出しています。7秒791、1台飛んでしまった。あれは大和も選手だったのか、いや失礼、清水選手でしたね。5番手のマシン、大和も追い上げ体制に入っていましたが、一周ラップされてしまいました。大野家まもなく折り返し。さあ右、1台こけてます。樺沢さんかな、そうですね、6番手のマシン。4分経過、折り返しです。折り返しです。さあ薄井選手は、今の時間帯も61周ペースを守っています。33周目に入ってきました。さあ薄井ここでコースレコード更新、7秒759をマーク。トップのマシンです。2番手堀選手に1周の差をつけています。薄井選手、3番手が斉藤選手、4番手山友、5番手清水、最後尾に樺沢選手がいます。4分30秒経過。山友さんありがとう。清水さん後ろから2番手来てます。4分50秒になるところ。さあトップもバックマーカー出てきます。まず大和も選手、そして清水選手の後ろから来ます。さあここでベストは斉藤選手、黄色のカラーリング、8秒076をマーク。3番手のマシンです。5分経過、残り3分。さあ今度大和も選手の後ろから、3番手来るはずだったがちょっとミスりましたね。斉藤選手単独3番手です。さあ、薄井が7秒750、堀選手7秒87が出てます。5分30秒になるところ、薄井選手が安定してますね。61周は硬いという予想がされています。ラップの安定度もこのヒートではダントツです。2番手堀選手の後ろから来ます。トップ堀選手は今59周入るかギリギリのところを戦ってます。58周0秒ペース。さあ前の周清水ベスト8秒36、清水選手は大和もと同一周回戻ってますね。5秒8の差で大和持っている清水選手、5番手のマシン。さあ早めに行っておきます。清水選手の後ろからワンツーが近づいてきてます。6分20秒経過。さ
さあ薄井選手が本当に61周入れてしまうのか、全くペースが落ちません。現在50周目走っています。トップ薄井、そして堀選手も後半ペース上げてきました。59周入ってくると予想です。堀選手は現在49から50周目に入ってきましたので、堀選手は残り9周です。で3番手が黄色斉藤、4番手山友、清水、樺沢のオーダー。山友ここでベスト8秒63マーク、4番手のマシーン。清水選手は山友まで5秒8です。4番手争い、山友さん後ろから3、1、2来てます。7分15秒経過、残り45秒です。山友さん今度3、2が来ます。はい、斉藤さんありがとうね。はい、1台止まってる、自力で戻ってきました。樺沢選手が止まってる、それ山田君あの回収。さあ残り時間が20秒、残り20秒回収して大時計残り10秒。さあ薄井選手が60周目入ってきました。もう一周あります。トップ堀選手が58周目、堀選手もう一周あると思う。清水選手がベスト8秒30。さあ山友とも清水、堀選手ゴール58周0秒、薄井ゴール、あと清水さん、はい、全車ゴールです。1回目トップゴールは薄井選手でした。2番手が堀選手、3番手斉藤、4番手山友、5番手清水、6番手が樺沢選手でした。ちょっとお待ちくださいね、まだ次まだ行きません。次の組み合わせを印刷してから行きます。はい、ここからジェームストックですね。はい、それではコースをオープンします。柿原さんがいるヒートです。1台ずつポンダーチェックしていきます。ポンダーチェックです。はい、今通ったの誰、ホワイトブルー、望月さん、はい、ちょっと待ってください。望月さん、通らないで、まだ通った、ちょっともう一回やり直します。ちょっと待ってください、もう一回やり直します。1台ずつね通るようにお願いします。 OK 出たら次の1台で回していきましょう。それではすいません、望月さんもう一回通ってください。これが望月さん、望月 OK です。じゃあ次1台お願いします。じゃあ黄色、はい、アルガさん OK です。じゃあ次コルサーグレーかな。はい、石坂さん OK。 じゃあ白緑、柿原さんかな、これ。はいはい、柿原さんがこれだよ。まだね、柿原これ。はい、柿原 OK。次、セグロさん。はい、OK。最後、日暮さん。はい、全車取れました。練習 OK です。さあ、先ほど出したモディファイの方はマーシャルです。OK ですね。さあジェームストッククラス1ヒート目は6人で行っていきます。はい、準備ができたら、計測ライン周辺に集合してください。止まっている場合があります。計測ライン周辺止まっている場合があります。気をつけてください。はい、それでは出走順言います。柿原、アルガ、望月、セグロ、石坂、日暮の順です。もう一回言います。柿原、アルガ、望月、セグロ、石坂、日暮の順です。それではスタートします。ジェームストッククラスの予選1回目、8分間です。柿原選手、アルガ選手、望月選手、セグロ選手、石坂選手、日暮選手、
まず先頭スタート駆け上がら9秒1アルガが8秒6で回ってきた。黄色アルガが1人8秒台回ってきました。アルガトップです。2番手が望月選手だった模様。さあ黄色がトップです。黄色がトップ柿原8秒95望月8秒500コースレコードが出てます。ただ望月まだ3番手です。アルガ選手がトップだと思う。いやこの週望月がトップに変えます。望月アルガ柿原です。ホワイトブルー前がホワイト後ろがブルーですね。今ストレート入ってきます。これがトップです。2番手が黄色のアルガ選手、3番手白緑柿原、4番手初出場石坂、5番手セグロ、6番手が東選手のようだ。さあトップ望月です。バックマーカー出てきます。柿原選手の後ろから来ます。さあここで望月がコースレコード8秒453をマークです。柿原さんありがとう。そして2番手黄色のアルガの後ろから来ますトップ。さあ1台、初出場石坂選手ダンパーが取れちゃったから大丈夫かな。ボディ引っかかってますね。石坂さんどっかで直してもらった方がいいと思う。はいマーシャルさんボディがはいありがとう。石坂選手初出場、コース戻ってきました。んさあトップが、望月選手です。2番手アルガが0秒6、3番手柿原、4番手セグロ、5番手日暮、6番手石坂選手という表示です。さあアルガベスト8秒51、2番手のマシン。さあこの時間アルガがトップに迫ってきます。アルガ後ろから来る、あれがトップです。さあ前の週アルガ選手0秒5まで詰め寄ってるがこの週どうだ。0秒38です。アルガコースレコードも出した。8秒417この時間帯2番手黄色が速い。後ろから来るトップ引き離しにかかってます。いや失礼、詰め寄ってます。2分10秒経過。さあ、ここで望月が自己ベスト8秒425をマーク。トップのマシン黄色が2番手です。その後ろから来るのがトップ望月さん2位1来ます。はいありがとう、よく見えてます。さあ3番手の柿原がここでベスト8秒764をマーク。さあこの時間帯は望月息を吹き返しましたね。トップです。2番手黄色のアルガとの差が1秒ぐらいに広がっています。3番手が柿原7秒ぐらい、4番手セグロ日暮、石坂のオーダー2分50秒になるところです。うん、ここで2番手アルガがちょっとミスがあった模様。その横を望月が抜けてきました。うん、石坂さんはボディ吸っちゃってるね。さあここで前の週柿原ベスト8秒60、3番手です。さあここでベストはセグロ8秒851、4番手です。セグロさん後ろから来るのがトップです。3分20秒経過。さあ1台日暮が転倒している。ライン上ではありません、大丈夫です。日暮選手は5番手走ってましたが転倒がありました。さあ柿原選手の後ろから来ますトップ。柿原選手は現在3番手、アルガ7秒差で追っています。3分45秒経過。石坂さんありがとう。石坂選手はこの日と、最後尾6番手走ってます。セグロさん後ろから2が来ます。ありがとう。さあトップは変わらずホワイトブルー日暮らしの後ろから来るのがトップです。望月選手この選手は56周回ってくるという表示。現在29周目走っています。2番手が黄色一色アルガ選手、トップまでは3秒3。3番手が白緑柿原選手、以下セグロ日暮石坂と続いています。4分30秒経過。さあ望月選手はしばらくクリアラップで走れそう。石坂選手早めにいっておきます。後ろからトップ来てます。4分45秒経過。柿原選手はね3番手ですね。7秒から9秒ぐらいの差でアルガ選手を追ってます。現在3番手の柿原選手。5分経過。さあトップはどこだ。今計測ライン取りましたね。36周目に入りました。残り20周という表示。
持ち駅選手。さあこの後ね出てきます、残り2ヒートに選手にとって、驚異的なペースなのか、56周2秒ぐらいで帰ってくるという予想がされています。トップ望月選手、セグロ選手の後ろから来るのがトップです。さあ掛原さん2番手ありがとう。さあ黄色のカラーリング2番手あるがトップまでは3秒4です。3番手が掛原選手、4番手セグロ、日暮らし、石坂の順、5分45秒経過。はい、石坂さんありがとう。日暮さん後ろからトップです。はい、ありがとう。はい、はい、OK だ。残り時間が2分です。アルガ選手もねトップからこの時間大きく離されてはいないです。3秒ぐらいの差をずっと保ってます。で掛原さんは3番手1周の差、4番手セグロ1周の差、5番手日暮らし、6番手石坂0秒5で日暮らし追ってます。石坂選手は後ろから来るあれと戦ってます、ブルーと戦ってます。あと0秒4追いつけば5番手浮上、石坂選手、日暮選手後ろからトップ来てます。はい、ありがとう。石坂さん後ろからトップ来てます。日暮さん今度2が来ます、2が来ます。6分50秒経過、残り70秒。さあ望月本当に56周入れてこれるのか、49周目に入ってきました、残り7周です。7分経過。はい、石坂さんありがとう。日暮さん3が来ます、ありがとう。はい、瀬黒さんもありがとう。残り40秒。さあアルガがこの時間さあ詰めてるのかな、間に、セグロを挟んだトップ争いです。3秒切ってます、2秒7、アルガがレース後半ペースありそうです。残り時間30秒。さあアルガが来れるか、2秒6。日暮さん後ろからワンツーです。はい、ありがとう。続けてツーが来ます、残り15秒。さあアルガもトップと同じ56周回ってきそうです。この2台が現在55周目なんでもう1周あります、石坂さん1、2来ます、ありがとう。大時計はここで8分です。まずトップ2台がファイナル入ってきました。8分経過しています。掛原ゴール、望月ゴール、望月ゴール、アルガゴール、石坂ゴール、セグロゴール、はい、前者ゴール。望月選手がヒートトップ、2番手あるが、3番手掛原、4番手セグロ、5番手石坂、6番手が日暮選手でした。お、はい、それではコースオープンします。1台ずつお願いします。高橋選手がいらっしゃる人、はい、今通ったの誰、薄井さん OK、ちょっとまた、あーっと、誰か1台、青木さんか、これ青木さんか、はい、全車取れました、練習 OK です。はい、さっき走った方はマーシャルです、さっき走った方はマーシャルです。望月、アルガ、柿原、セグロ、石坂、日暮さんはマーシャルです。はい、それでは出走順言います。高橋選手、北田選手、臼井選手、青木選手、村雲選手の順です。もう一回言います、高橋、北田、臼井、青木、村雲です。それではマーシャル OK ですね。それではスタートします。ジェームストックラスの2ヒート目、
高橋選手、北田選手、臼井選手、青木選手、村久保選手。さあ1周目は臼井なのか、ピンクのカラーリング臼井選手ですね。青木、村久保と続きましたオープニングラップ。20秒経過。さあ臼井、ピンクがコースレコード8秒00をマーク。高橋選手の後ろから来ます。トップです。ありがとう。高橋選手に現在このヒート3番手だと思う。30秒経過したところ、ピンクがトップです。2番手が青木選手、ホワイト、オレンジですね。3番手が誰だ、村久保選手かな。3番手以下は僅差です。村久保、北田、高橋は僅差です。さあ、トップの臼井がコースレコード7秒945をマーク。ピンクのカラーリングです。2番手が青木選手、バックマーカー出てきます。はい、ありがとう。北田選手の後ろから来ます。2番手、北田選手は3、4、5の僅差対決3台でやってます。1分経過。さあこの週村久保3番手ですね。4番手が北田、5番手が高橋選手という表示です。5番手の高橋がここでベスト8秒60をマーク。2番手の青木選手はトップまで2秒3ぐらいです。1分20秒経過したところ、さあここで青木2番手がベスト8秒16、トップまで2秒4、5番手の高橋選手ベスト8秒59、4番手まで2秒3です。そして北田と村久保の3番対決、これがね1秒ないです、0秒3ぐらいです。北田対村久保の3番手争い、これがコース上一番近い戦いです。1分50秒経過。トップは変わらず、ピンクのカラーリング臼井選手。高橋選手の後ろから来ます。ありがとう。高橋ベスト8秒532をマーク。青木ベスト8秒10、トップまでちょうど3秒。そして北田がベスト8秒471。北田一旦この時間3番手浮上です。4番手が村久保、5番手高橋選手という表示。村久保選手は3番手、北田まで0秒8。2分20秒経過。はい、ありがとう。村久保選手の横を2番手の青木選手が抜けてきました。さあここで高橋選手がベスト8秒407をマーク。投手のベストです。さあ3番手北田選手、前2台までは7秒ぐらい。4番手が高橋3秒9、失礼、4番手村久保 1.8 秒、5番手高橋 1.9 秒です。3分経過。さあピンクがトップです。ここで3番手の北田がベスト8秒37。北田は青木選手を追っています。7秒ぐらい。さあこの、ヒートのトップ2台、臼井、青木選手は先ほどの望月選手の、ゴールタイム抜いてくるというペースです。ヒートの3番手北田は今望月選手と総合3番手争いしています。まだペースアップは求められているようです。いやギリギリだな。56周4秒で並んでいる、望月と北田、そんなペースです。3分40秒になるところ。さあそしてこの時間帯村久保どうした、村久保どうかあったか。1回9秒後半がありますね。これで高橋選手は村久保選手迫ってます。0秒5ぐらい。4番手争い、高橋対村久保、0秒4ぐらいです。折り返し、青木選手の後ろからトップです。青木選手も現在総合2番手ペースです。さあ村久保選手の後ろから2位、1位が来てます。4分20秒経過。はい、青木さんありがとう、綺麗に行かせました。ほとんどタイムロスがない。で3番手が北田選手、4番手が高橋選手、5番手が村久保選手、1秒差。さあおっと村久保さんか、うーん、ギアなりしてます。回収してあげてください。コース上4台になってしまいました。臼井、青木、北田、高橋です。そしてこのヒートの3番手北田選手は望月の前に出てこれるというペース上げてきているようです。
ただ北田もねまだ、望月と同じ56周なんでねまだ分かりません。5分10秒経過したところ、コース上4台になっています。青木選手は59周0秒か1秒という予想がされています。現在39周目です。残り20周。5分30秒になりました。さあこの時間帯は北田選手ペースがいいですね。このヒートの3番手57周も視野に入ってきます。そんなペースに上げてきました北田選手。ヒートの3番手高橋選手後ろから3、1来ます。ありがとう。さあ高橋選手は、柿原選手の前、6番手ぐらいを走ってる計算です。総合6番手ペースです。さあ唯一同一周回で走っているのは青木と北田の2番3番ですね。これ10秒ぐらいの差があります。残り時間90秒。トップはピンクのカラーリング薄井選手です。50周目に入っていってましたので残り9周です。2番手が青木選手、総合2番手がかかった走り。このヒートの3番手北田選手、やはり総合3番手をかけた走りになっています。ヒートの4番手が高橋選手、総合6番手あたり有賀選手と戦っています。残り1分。残り45秒。高橋さん後ろからトップです。北田選手の後ろから2番手きます。北田選手いいですよ。この時間帯はペースが安定してます。56周2秒ぐらいで帰ってきそう。北田はもう2周です。さあ残り時間が15秒。青木選手は2番手です。青木選手も残り2あると思う。大時計残り5秒。さあ大時計はここで発砲させました。コールがあるまで走ってください。高橋はゴール、北田は3番手でゴール、薄井選手ゴール、はい全車ゴールしました。トップゴールは薄井選手でした。2番手青木、3番手が北田、4番手高橋、5番手村久保選手でした。はい、それではジェームストックの最終ヒート1回目です。牧田選手がいるヒートコースオープンしました。1台ずつ通ってください。 OK が出たら次の1台ボンダーチェック入れていきます。はい、これ松島さんですね。はい、松島 OK、 次お願いします。牧田 OK、 これが山さんかな。はい、はい、山さんやります。山さん OK です。裏で村田も OK でした。あと岩井さん、岩井さん通った。はい、これが岩井さん。はい、練習 OK です。全車取れました。さあ暫定トップタイムは薄井選手59周4秒、先ほどのヒート出ています。59周4秒です。先ほど出した方はマーシャルです。はい、それでは出走順います。牧田、松島、村田、山さん、岩井の順です。もう一回言います。牧田、松島、村田、山さん、岩井です。
それではジェームストッククラスの最終ヒート3組目スタートします。牧田選手、松島選手、村田選手、山さん、岩井選手。さあ過去の実績通りに並べた最終ヒート、どんなタイムが出てきますか。まず松島がトップなのか。松島がトップですね。2番手牧田だった模様。さあヒートのベストは牧田が出してますね。8秒194が出てます。そしてトップに立ちました牧田選手、2番手松島、3番手村田、4番手山さん、5番手岩井選手という表示。40秒経過です。松島8秒3、村田8秒4、山さん8秒5、牧田は8秒1まで出てる。岩井8秒81ベスト、松島8秒25ベスト、村田8秒39ベスト、山さんは8秒51ベストです。トップは黄色一色牧田選手、2番手がホワイトグリーン松島選手0秒9ぐらい、3番手がホワイトブラック村田選手1秒、4番手山さんが0秒3で村田と3番手争い中、5番手が岩井啓太です。1分経過。さあここで投手のベストは松島選手8秒202をマーク、トップまで1秒、牧田ベストは8秒164、これがこのヒートの最速タイムになっています。黄色がトップです。2番手がホワイトグリーン松島選手 1.4 秒、3番手が村田選手2秒差、4番手山さん、5番手岩井選手です。1分30秒経過。さあここでベストは岩井啓太8秒634をマーク、5番手投手のベストです。さあ松島選手2番手が投手のベスト8秒188をマーク、トップは黄色一色です。岩井啓太選手の後ろから来ますトップ、ありがとう。ただねこのヒートトップ牧田選手は薄いにまだ届かないという予想がされています。ペースアップは必要です。さあこれベストは村田昌司8秒38、3番手2秒5で松島を追っている。山さんベスト8秒49、4番手2秒差で村田を追っています。さあこのヒートの2番手松島選手は総合順位に今青木選手と3番なのか4番なのか争いしています。このヒートの2番手松島選手、さあトップは変わらず牧田選手、総合2番手ペースです。薄井の次です。このヒートの2番手は松島選手、3番手村田昌司が3秒5、4番手山さん2秒4、5番手が岩井啓太選手です。さあレースは22周目に入っていきます。2番手の松島はトップまで2秒9。松島選手は先ほどの青木選手と同じ58周7秒ペースです。3番か4番なのか争い。さあトップ牧田選手が、岩井選手をパスして25から26周目乗っけていきました。山さんベスト8秒42、4番手のマシン。松島はね今でも同じです、青木選手と同じ58周7秒で帰ってくるという表示です。3番なのか4番なのかという表示。ヒートの2番手松島選手トップまでは3秒7です。でホワイトブラック3番手村田選手は松島まで5秒です。で山さんが4番手3秒6で村田昌司を追っている。で岩井選手が最後尾5番手につけています。さあトップ牧田が32周目に入ってきました。4分30秒が今近づくところ。さあ牧田は先ほど薄井と同じ59は回ってくるという予想だがゴール時点でまだ足りないという表示です。総合2番手ペースです。イエローのカラーリング、このヒートのトップ牧田選手、総合順位は2番かトップかというところを戦っています。このヒートの2番手がホワイトグリーン松島選手、
3番手がホワイトブラック村田選手、4番手がホワイトイエロー山さん、5番手が、ホワイトグリーン岩井選手です。残り時間3分。さあいい感じに前者が離れてますね。自分のペースで走れているこの時間帯、5分経過したところです。5分30秒が近づいてきます。8分間で行いますジェームストックラスの最終ヒート予選1回目を行っています。トップが41周目に入りました。さあこの時間帯前者ペースを落としてきているようですね。牧田松島はペースが落ち始めています。さあ3番手の村田後半ペースを持っているのとしたら松島との差が縮まってくるが、この周5秒8です。村田選手2番手まで5秒8、残り2分。さあ牧田選手のペース落ちてきましたね。58周0秒表示に変わっています。薄いと同じ9には乗っけてこれないという予想。松島選手も青木選手のタイムが怪しくなってきます。残り1分30秒。で3番手村田翔司はどうだろう、入ってくると分かります。2番手松島との差、村田後ろからトップね。村田翔司は2番手まで4秒7ですね、離されましたね。はい山さんありがとう。さあ岩井さん2番来ます、ありがとう。さあ残り時間ちょうど1分です。ちょうど1分。牧田選手が52周入りました。残り6周です。松島選手が52周目に入りました。残り5周、残り40秒。残り30秒です。牧田が55入っていったんで残り3、総合2番手ペース。さあ2番手の松島選手が55年、残り2周。松島、4番手ペース。大時計残り10秒。さあ予選1回目が間もなく終了します。残り5秒。牧田選手はファイナル入ってると思う。大時計ここで8分です。牧田ゴール、村田松島ゴール、山口ゴール、山さんゴール、あと岩井さんです。前者ゴールです。ヒートトップ牧田選手が総合2番手で帰ってきました。このヒートの2番手松島、3番手村田、4番手山さん、5番手岩井選手でした。以上で JM のストック予選1回目終了です。はい、それではプロストックいきます。1台ずつ、じゃあ黄色お願いします。黄色通っちゃっていいですよ。1台ずつね、 OK 出たら次の1台。はい、今の黄色誰、あ、アルガさん、ちょっと待って、まだ通んないで、通んないで、アルガさん、アルガさん、はい、アルガ OK、 斉藤 OK、 小島 OK でした。じゃあ次1台だけ、1台だけ、花 OK です。じゃあ次北川元かな。はい、あ、北川元がこれまだ通んないでね、まだ通んないでよ、まだ通んないでよ、北島、北川か、山さん、いや、山友さん通ったね。あと増田さんお願いします。増田さん、はい、全車取れました。はい、練習 OK です。
はい、先ほど走った方はマーシャルです。ここからプロストッククラスの予選1回目がスタートするところです。プロストッククラスの予選1回目が間もなくスタートします。はい、それでは出走順います。山友、小島、斉藤、花輪、増田、アルガ、北川です。もう一回言います。山友、小島、斉藤、花輪、増田、アルガ、北川の順でスタートしてください。それでは行きます。プロストッククラスのヒート1です。8分間。山友選手、小島選手、斉藤選手、花輪選手、増田選手、アルガ選手、北川選手。さあまず先頭スタート、山友が10秒5で帰ってきましたが、斉藤隆重なのか、斉藤隆重なのか、いや違う、アルガですね。アルガがトップ、斉藤隆重、北川と続きました。1周目、さあ斉藤隆重が8秒台8秒98をマーク。さあコースレコードの立ち合いです。レース序盤、北川選手がコースレコード8秒91をマークした模様。何番手だ、トップです。北川がトップ、8秒829。ホワイト、レッド、コルサグレーかな、今計測ライン通りました。イエローの後ろから来ます。これがトップです。北川元か、そうですね、8秒81をマーク、コースレコードです。さあ、まもなくストレート入ってきます。さあ2台が絡んでしまった。その横を小島選手は抜けられなかった。さあトップが北川選手です。2番手が斉藤選手、0秒1。3番手アルガ選手、6秒。4番手花輪、5番手小島、6番手が増田選手という表示。山友さんはいなくなっちゃったのか。さあこの時間、斉藤隆重がトップに立った模様です。斉藤隆重がトップかな、見てみよう。そうですね、北川選手は100分の6秒後ろで2番手です。傾向、さあ1分40秒になるところ、さあ傾向イエローがトップです。傾向イエロー来たら譲ってあげてください。アルガ選手の後ろから来ます。トップアルガ選手はこのヒート3番手です。その裏で北川元が再びコースレコード8秒739をマーク、2番手。はい、ありがとう。小島さんの後ろから2番手かトップのマシンが来ます。さあこの週、北川元がトップに変わりました。2番手が蛍光イエロー斉藤選手、3番手がイエローのアルガ選手、4番手が花輪、5番手増田、6番手小島、最後尾に山友がいます。2分30秒になるところ、さあレース序盤目まぐるしく、順位入れ替わりましたが、この時間帯は北川元ですね。北川元今計測ライン、さあここでコースレコードを更新しました。トップ北川選手、8秒719をマーク、まもなく計測ライン通ります。ホワイト、レッド、コルサグレーです。北川選手、この選手は1人54周回ってくるという予想。さあアルガさん後ろから2番手来ます。2番手の斉藤隆重はトップまで3秒。小島さんありがとうね。3分経過です。さあ小島選手後ろからトップ来ます。はい、ありがとう。で増田さん後ろから、はい、ありがとう。2位、そして3が来ます。で増田さん今度トップが来る、ありがとう。さあコース上では蛍光イエローを先頭に2、3、1と並んでます。3分30秒経過。山友選手は走ってないですね。コース上6台になっています。さあ斉藤隆重選手はトップから4秒、トップから4秒です。花さん後ろから2、1来ます。ありがとう。はい、4分になります。まもなく折り返し時間を迎えます。小島選手は現在6番手、5番手の増田選手まで3秒ぐらいです。
小島さん後ろから来るあれと戦ってます。この差を広げられれば5番手まで可能性があります。4分20秒になるところ、さあ斉藤さん来たら譲ってあげてね、危なかったね。はい、増田さんありがとう。さあ今増田さんがね生かしてあげられている隙に小島選手が一旦5番手浮上しました。小島5番手浮上です。で増田さん今度3番が来ます。3、4が来ます。ありがとう。さあ小島選手は5番手です。濃いピンクですね。小島選手が5番手、6番手が白の増田選手となっている。さあ斉藤選手後ろからトップです。後ろからトップです。はい、ありがとう。小島さん後ろからワンツー来てます。小島さんこの行かせ方ですよ、行かせ方。5分10秒経過、ありがとう。さあ依然としてトップ北川元は1人54周回ってくるという予想です。うん、ミスがあったか。再び斉藤選手が前に出てる。3番手がアルガ選手、4番手花輪、5番手小島、6番手増田選手だったが、増田選手はマシン止めてますね。コース上5台になっています。5分45秒経過。あ、小島、失礼、増田選手はダメという表示。さあ増田選手、失礼、小島選手、後ろから花選手4番手が来ます。さあ斉藤選手の後ろにまたトップが来る。さっき行かしてあげたのに。はい、ありがとうございます。もうすぐ来ますね。小島さん後ろから2-1来てます。2-1来てます。さあここでベストは小島選手9秒333をマーク。小島さん来ます。はい、ありがとう、うまい。さあ北川元も54周ギリギリですよ。もうミス許されません。44から45に入っていくところ。さあ黄色のアルガ選手がスタック3番手です。2番手斉藤隆芸までは1周あります。アルガ選手4番手花は1周差、5番手小島選手も1周の差。残り時間50秒。早めにいっときます。アルガ選手の後ろからワンツーが来てます。残り40秒。残り30秒です。さあ北川元54周ギリギリのところずっと綱渡りしてます。50周目からまもなく51周目に入るところ。大時計残り10秒。2番手の斉藤選手は53周予想なんであと2周です。残り、あ、大時計ここで8分です。斉藤さんこれファイナルでした。小島選手ゴール5番手、花は4番手でゴール、アルガゴール3番手、斉藤2番手、あと北川元、北川元まだだって。54周入りました。北川元、はい、全車ゴールです。北川選手が1人54周回ってきてトップゴールでした。2番手斉藤、3番手アルガ、4番手花輪、5番手小島、6番手増田、7番手が山友選手でした。はい、それではわらび岡選手がいる日とコースオープンしました。ポンダ確認していきます。今走った方はマーシャルです。はい、1台ずつ通って OK 出たら次の1台、じゃあそれ行ってください。これ誰、わらび岡 OK、 じゃあ次広瀬さん。
1台ずつ、広瀬さんまだね、広瀬まだよ、まだ広瀬がこれ、誰か取っちゃったな、広瀬が OK、わらびおか、で横尾さんがいない、じゃあ山田兄お願いします。はい、山田兄 OK、じゃあ次がこれ、北田選手、はい、北田さん。北田選手がこれだよ。OK、次がじゃあ、トシマン。はい、全社ポンダー取れました。はい、連勝 OK です。さあ、ここはね、横尾選手が欠席になってしまいましたんで、6名で行っていきます、このヒート。さあ、先ほどの北川元選手は54周13秒でトップゴールしています。これがとりあえずの TQ タイム、54周13秒です。はい、先ほど走った方はマーシャル入ってください。マーシャルです。はい、それでは集合してください。出走順います。わらびおか、高橋、横尾、北田、広瀬、山田、としまん、あ、今横尾さん言っちゃったな、もう一回言います。わらびおか、高橋、北田、広瀬、山田、としまんです。それではスタートします。わらびおか選手、高橋選手、横尾選手、北田選手、広瀬選手、山田選手、としまん。さあ、わらびおか選手、前すぎてスタートして1周目取らなかったですね。だからこれ手動でプラスしておきます。さあ、トップはわらびおかです。2番手が高橋選手かな、ちょっと見てみましょう。2番手高橋ですね。5番手の北田選手がファーストテスト9秒30をマークしている模様です。さあ、トップはグレーかな、今計測ライン取ります。トシマンの後ろから来るのがトップです。2番手が誰だ、高橋か広瀬か、どっちかですね。広瀬ですね、2番手広瀬、3番手が高橋、4番手がトシマンという表示です。1分経過。さあ、トップはわらびおか選手です。今計測ライン取ってきました。2番手が広瀬なのか、広瀬が帰ってくると分かります。2番手が広瀬選手ですね。この人はこう、ヒートのベスト9秒04が出ています。さあ、1分30秒経過したところです。前の週わらびおこは9秒23が出てます。1分50秒になるところ。さあ、わらびおかは豊島に行かせてもらいましたね。2番手が広瀬選手、3番手高橋、北田、山田、トシマンと続いています。2分経過。さあ、そしてね、2番3番争い、広瀬と高橋選手は1秒ぐらいです。4番手山田が、同じく1秒、5番手北田 1.8 秒、6番手がトシマンです。さあ、レース時間は2分45秒になるところです。さあ、2番手が広瀬選手、黄色ホワイトブルーですね。3番手が高橋選手かな、いや、そうですね、3番高橋、4番手に北田が上がってきたか、見てみよう。
いや4番手高橋ですね。5番手北田、6番手がトシマンという表示です。トシマンは5番手まで0秒5ぐらい。さあこの時間帯は広瀬がペースいいですね。高橋さん後ろからワンツー来てます。ありがとう。さあ蕨岡選手もこれ広瀬選手来たら生かしちゃった方がいいのか。ペースは明らかに広瀬選手の方が速そう。はい、ありがとう。さあ広瀬選手は前が開けました。3分45秒経過。濃紺だという声。ああ北田選手か。それ計測ラインからどけてください。計測ラインからどけてください。さあ北田選手のマシーンだったのか、なんかメカトラブルのようです。4分経過したところ、折り返しです。折り返しです。さあ山田兄、山田兄この時間帯いいよ、2番手まではありますよ。現在3番手は走ってると思う。4分30秒になるところです。さあ4分45秒経過。さあこれベストは高橋選手です。9秒24をマーク。さあそして広瀬選手がトップに変わって模様です。もうちょっと見てみましょう。5分になるところ、2番手がそれで山田兄か高橋どっちかです。山田兄が2番手、3番手が高橋選手という表示です。5分20秒になるところ、さあトップがホワイト、イエロー、ブルー、広瀬選手、今計測ラインを通ってきます。これがトップです。35周目に入ってきました。2番手が山田兄、ホワイト、パープルかな、そうですね山田兄。3番手は高橋選手、オレンジ黄色。4番手がトシマン、5番手が蕨岡選手。さあ大時計まもなく6分になります。残り時間が2分。広瀬選手は斉藤高重選手の後ろ、総合3番手くらい予想されています。このヒートのトップ広瀬選手、山田にはトップまで2秒2。さあ6分20秒に差すところです。さあプロストッククラスの予選1回目ヒート2を今行っています。残り時間が90�ョン。広瀬がちょっと引っ掛けましたがトップには変わりないと思う。山田兄が間を詰めた形、トップまで2秒2です。2秒2。3番手が高橋、4番手トシマン、5番手蕨岡という表示。蕨岡はトシマンまで2秒差。大時計残り時間が1分です。残り1分。さあ広瀬がアルガの前、総合3番手ペースです。残り50秒。残り40秒。47周目に入っていったんで残り5です。残り5。トップ広瀬選手、2番手山田兄が2秒5で2番手、3番手が高橋5秒6、4番手トシマン、5番手蕨岡選手です。残り時間が20秒。高橋選手一応言っときます、後ろから来ているのが2番手です。あなた現在3番手。トシマン後ろから3、2来てます。あなた現在4番手です。さあ大時計はここで8分です。広瀬選手はこれ最後かな、ギリです。0秒表示、広瀬ゴール。51周0秒1。
都市マン、山田、高橋、これであとわらびおかさん、はい、全車ゴールかな、そうですね、全車ゴールでーす。広瀬選手が総合3番手入ってきました。このヒート2番手山田、3番手高橋、4番手都市マン、5番手わらびおか、6番手が北田選手でした。はい、それでは予選1回目のこれが最後のヒートになります。プロストックの3ヒート目、コースオープンしました。牧田選手がいるヒート、じゃあ1台ずつお願いします。じゃあこれ松島さんね、はい、松島 OK、 柿原どうぞ。あ、柿原、おっと、もう一回やり直します、やり直します、もう一回やり直します、もう一回やり直します。1台ずつお願いします。 OK 出たら次の1台取ってください。はい、じゃあ1台ずつお願いします。松島 OK、 じゃあ次黄色いってください。黄色、これ牧田さん OK、 じゃあ山さんいってください。山さん1台だけいってください、1台だけね。これが山さん、山口、はい、それじゃあ柿原さんお願いします。これが柿原さん、はい、じゃあ次と、はい、村田選手、はい OK、 次榎本くん、これが榎本だよ、榎本だよ、はい、あと、あとだ、岩井さん、は、あ、これが岩井か、はい、岩井、はい、外雨降ってきましたね。はい、それでは、練習 OK です、練習 OK です。外土砂降りですよ。はい、ちょっと待ってください。今送信機トラブル出ちゃった人がいるんで、ちょっとだけ待ちます。電池交換します。はい、それでは出走順言っておきます。牧田、松島、村田、榎本、山さん、岩井、柿原です。もう一回言います。牧田、松島、村田、榎本、山さん、岩井、柿原の順でスタートしてください。はい、榎本選手ね、待ってます。出走順だけ言っておきます。牧田、松島、村田、榎本、山さん、岩井、柿原の順です。さあ、北川元の54周13秒ですね。これが暫定の TQ タイムになっています。大丈夫かな。榎本くんは4番手スタートね。はい、それでは準備 OK ですね。スタートします。それではスタートします。これが予選1回目の最終ヒートです。牧田選手、松島選手、村田選手、榎本選手、山さん、岩井選手、柿原選手。さあ、まず黄色のカラーリング、牧田が1人8秒台で帰ってきたようです。牧田、村田、松島でした。 3M です。さあ、蛍光イエローがトップのようです。2番手が村田昌司、3番手松島、榎本、岩井、山さん、柿原のオーダーです。30秒経過したところ、さあ、トップが蛍光色を巻きた、変わりありません。ファーストテストもこの人、8秒80が出ています。そして2番手が村田選手ですね。村田がここでファーストテストを塗り替えました。8秒760、2番手がこの時間帯早い。さあ、トップ争いに加わってくるか。村田トップまで0秒4ですね。3番手松島も同じく0秒4
で4番手が榎本、5番手柿原、6番手山さん、7番手岩井啓太。榎本ベスト9秒01、榎本現在4番手、松島か村田追っています。村田トップからつかず離れず0秒4間隔2番手です。さあ松島選手は村田選手まで0秒8です。山さん後ろから3、2来てます。ありがとう山さん。山さんはこのヒート現在5番手の、いや柿原選手を追っている山さん。さあ牧田選手はクリーンラップを取れてます。現在13周目を走っているところ、ストレートエンドに入ってきました。蛍光イエローのカラーリング牧田選手、村田選手との差をこの時間帯ちょっとずつ広げにかかっています。3番手が松島選手、4番手柿原、4番手が榎本、5番手柿原です。岩井、山さんと続いています。2分15秒経過。さあこのヒートのトップ3、牧田、村田、松島は北側の暫定 TQ タイム超えてくるというペースです。中でも牧田は今の時間帯55周ペースです。で4番手が榎本、松島まで 1.8 秒、4番手柿原です。5番手が榎本1秒差、6番手岩井、7番手が山さんです。さあコースでは村田が松島の前に出ましたね。村田選手は牧田まで 1.7 秒ぐらいかな、見てみましょう。 1.6 秒ですね。松島選手は村田まで 1.7 秒、柿原選手が、そして松島選手との3番手争いに加わってきそうです。柿原ペースがいい。ちょっと数周見てみましょう。いや柿原一気に来ましたね。3番手上がってると思う。さあどうだ、柿原3番手ですね。村田昌司まで 1.8 秒です。柿原が3番手上がってきました。牧田、村田、柿原です。3分40秒になるところ。さあそして4番手が松島選手なのか。そうですね、4番手松島が0秒4、5番手榎本です。榎本は松島の2秒ぐらい。さあ松島選手マシンおかしいのか、9秒台の中盤ぐらいですね。手負いの状態のように見えます。折り返しです。牧田、村田、そして柿原選手がトップ3です。4番手松島、5番手榎本、岩井啓太、山さんと続いています。松島選手は大丈夫かな、9秒台前半も持ち直してますね。さあ榎本君は松島選手4番手まで 1.7 秒です。 1.7 秒で松島選手4番手は柿原まで0秒5ぐらい。4分50秒になるところです。おお、1台柿原でした。自力で戻っていったが順位が変わりますね。松島これで3番手返り咲きです。4番手柿原、そして5番手の榎本が柿原に急接近。1秒ない。5分15秒になるところ、榎本は柿原まで0秒7、4番争い。5分20秒になります。さあそして北側元の前に出てくるのはこのヒートのトップ2、牧田、村田の2台という表示に変わっています。前の週岩井啓太9秒02ベスト6番手、岩井啓太は榎本君を追ってます。そして松島、柿原、榎本、3、4、5が今1秒の中に入ってます。松島、柿原、榎本1秒以内。5分50秒になるところ。さあここで榎本がベスト8秒867。さあこれを週柿原が3番手再び上がった模様。柿原、松島、そして榎本、
僅差です。この3台3、4、5、榎本はね0秒4ぐらいだと思う。松島選手まで0秒4、6分15秒になります。トップ争いは牧田、村田、ここずっと勝ってません。2秒7ぐらい北川元の前に出てきます。この2台、そして熱いのは柿原、松島、榎本、3、4、5、これ0秒7ぐらいの中に入ってます。今の週は柿原が3番手、4番手松島、5番手榎本という表示でした。さあこの週榎本が3番手浮上という表示です。もう一周見てみましょう。僅差です。松島、榎本、そして柿原は僅差です。3、4、5争い、この週は柿原が2番手な、失礼、3番手です。柿原が3番手、残り時間が1分です。残り1分です。さあ柿原、榎本、松島、ほとんど差がない。さあ榎本はね3番手まで0秒1です。柿原まで0秒1、残り45秒。さあ牧田選手イエローどこだ、これか。50周目から51周目に入ります。残り3周です。村田も残り3周です。残りこれ入って3周、この2人は54周待ってきます。残り20秒。さあそして柿原、松島、榎本、ほとんど差がないと思う。残り5秒です。牧田すでにファイナル入った。村田もファイナル入りますよ。入っていった。ここで8分です。牧田ゴール、松島、榎本ゴール、村田ゴール、最後岩井さん全車ゴールです。1回目トップ TQ は牧田選手でした。この日と2番手が村田選手、3番手柿原、4番手松島、5番手榎本、6番手岩井、7番手が山さんでした。以上で予選1回目終了です。予選1回目ここで終了です。インターバル置きます。12時45分まではインターバルです。自由に走っていただいて大丈夫です。ただし混走になりますんで、譲り合いでお願いします。
はい、今全クラスの2回予選2回目の組み合わせが発表になります。予選2回目の組み合わせが発表になります。